お久しぶりです。今日はルームツアーです。日本の皆さん、こんにちは。アサバビー日本語チャンネルです。だいぶ空いちゃいましたけど、ジャパン行ってたんでね、お許しください。東京ファッションドールコンベンションで忙しくしておりました。コンベンションね、現地でもウェブでも参加してくださった方、今ご覧いただいておりましたら本当にありがとうございました。ちょっとずつレギュラールーティンの生活に戻りつつあります。はい。で、今回はですね、日本行く前にね、ルームツアー公開してたんですよ、英語チャンネルで。で、それ日本語版まだ上げてなかったんで、今日はご紹介しようと思います。お楽しみください。So let me do Bobby Dream Apartment Room Tour today. Yeah, you know, I literally don't know where to start. But, 前回ねルームツアーやってから結構いろいろ足したところあって、まあ、特にこのエリアですね。一番最新のバービードリームハウスをですね、この狭いワンルームのお家に置いたんですね。このどでかいドリームハウスを。で、このエリア、変えたことによってお家ちょっと変わったんで、ルームツアー更新しようかなと思いました。で、ドリームハウスの細かい様子などは別にね、ドリームハウスプロジェクトの方で上げているので、そちらをご覧ください。いや、このねネオン上に乗っけたの、我ながらいいアイディアと思って、まだこれね、毎回言ってますけど、全然完成してないんですよ、このドリームハウスは。もうこれはサグラダ・ファミリアみたいにね、ちょっとずつ、ちょっとずつ楽しみながら、付け加えていこうかなと。で、このエリアがドールも飾ってるし、あとこのね、レコードですね。レコードプレイヤーないのに、レコード買ったっていう。で、もう最初からね、飾る目的で私買ったんですけど、いかに飾る、可愛く飾るかね、頑張って考えた末、ああなりました。はい。このフェイクファーのね、剣は結構前にお迎えしてたんですけど、まだね、箱開けしてないんですよ。ゆっくり開けたくて。どうしてもね、ピンクのスライドの上に座らせたいの、映画みたいにね。やっぱりこのドリームハウス、ミニチュア置いて、デコレーションもしてるけど、やっぱりドールもね、絡めて置いていきたいと思ってますね。はい。で、このステージのここね、中収納にしてあって、バービーの小物とか洋服入ってるんだけど、それプラスこのやっぱり真ん中に冷蔵庫、バービー冷蔵庫を置いてあるのが、これがめちゃくちゃ気に入ってますね。なんかビジネスホテルみたいでいいでしょ。開けると次の日の朝食べる貴族スイーツ入ってるんだけど、この日はピンクのロールケーキと、あとバービースウォンのレモネード入ってますね。はい。これ結構入る。もうこれめちゃくちゃ気に入ってる。で、ここにはミディミーがいます。お洋服買いました、少し前に。はい。可愛いでしょ？で、こっち側来ると、上も少し変えたの。ロバート・ベストさんのこのスケッチの間隔狭めて、レコード置いたからね、その分置けなくなった分ちょっと狭めて、でピンクのドレスだけ飾りましたね。で、あとここは変わらずバービーブラインド DIY のね、リバーシブルのブラインドがあります。これはもうめちゃくちゃ気に入ってる。で、ここに DIY のワゴンカートあるんですけど、ちなみにこの下にはね、もうまたバービーがいっぱい入ってんだけど、ここは、上にはね、今は、マーゴット・ロビーさんのサイン入りのポストカード、これね、フレームに入れました。で、あとは、お気に入りのバービーのクレープショップのミニチュア。これもね、置いてから、私日本でクレープのディスプレイのガチャやってね、いっぱい持って帰ってきたんで、それ飾るのが楽しみですね。はい。で、あとはね、ここの上にはちょっと本置いてあって、雑誌。これね、タイムバービー。
私、恐縮ながら出ております。あの持ってない方ぜひゲットして、あの見てみてください。少しですけど載っております。でここにはベッドサイドのテーブルじゃないな、何キャビネットストレージ、これも DIY なんですけど、ここにはバービーの本とか、あと中にはね、薄手のパジャマが収納されてまして、でこっち側はベッドのエリア、はい、ここはもう快適に眠れる場所。あのエアコンはまあこれ DIY なんですけど、バービーでもバービーのエアコンは持ってないっていうね、うん、でこれの辺で、ね、新しく足したの、このフレーム、これはね前に日本のねイベントバービーカフェのポストカード可愛かったからずっと撮ってあって、でこれはバービープレミア、去年のアメリカのプレミアのチケット記念なんで、はい、フレームに入れました。であとはマーク・ライデンさんのサイン入りのポストカード、予約付きのこの辺飾りました。であとは、ポスターそのまま貼ってたんだけど、やっとフレームに入れましたね、うん、紙のものね私直接貼るのあんまり好きじゃないんですよ、うん、紙のもので飾りたいときはなるべくちゃんとフレームに入れてあげたいなと思ってます。はい。で、この辺クッションどんどん増えていくのですが、いくつかもう処分したものもありますね。洗濯して汚く、もう綺麗にならなかったら私は捨ててます。はい。でここら辺は、いくつかは50周年の時のマイフェイバレットバービー飾ってあるのと、あとはピンクボックス多少、とにかくこのイケアのピンクのキューブの棚にちょうどいい、あのね、蓋になるようなキューブの部分ね、うん、ちょうどいいサイズのドールを飾ってます。でこの引き出しの中はもう全部バービーの小物ばっかり、整理はされてます。はい。見せれるぐらい。で、このフットボードは DIY で、横ね、バービーのウォールペーパー貼ってあるんですけど、これは、このもうデッドスペースを最大限に活かした。で、ここに中にね、靴下入ってるんですね、いっぱい。うん、で、こっち側、ダイニングエリア。この辺は、どう？変わった？あ、変わったね。ここの面はまず、まあ、この裏、ドールの裏には収納になってるんですけど、手前にはバービーリビンドコンプ下の全部8体。これはやっぱりパッケージかわいい、で、ドールかわいいから両方見せたくてね、両方かわいく見せれる方法を考えた末、こうなりました。はい。で、上にピンクコレクション5体並べてあります。1人足りてなかった4番目の子も、eBay でねちょっともう値段上がってたけどしょうがないと思って奮発して買いました、揃えました。で、ここは私の食事兼作業場、バービーテーブル、これはもう前回のルームツアーでももうあったね、うん、見せた気がする、ご自慢の DIY テーブルです。はい。ウォールペーパーの上にレジンかけてますね。こっちの面もあんまり変わってないよね、きっと。ただ、細かい感じで変えてはいますので、ちょっとお見せしていきます。まずは、あずさバージョンのバービーファッショニスタス。この辺はね、コロコロお洋服変えてる子もいますね。うん。どんどん増えてますね。どんどんね、感覚が狭くなってる、いっぱい乗せるために。うん。で、これがマックスだね。で、ここには、バービーのネイルポリッシュがいくつか並んでますね。で、NFT バービーは、これはね、4種類変わります。はい、絵柄。で、これは YouTube の、これなんていうの？盾？何？10万人の時のね、うん。そっから全然、フォロワーさん増えてないけどね、うん。で、この辺は、ちょっと変えたね、うん。ここになんかね、ドリンクバー的なものを作りたくて、ここでコーヒーとかお茶とかちょっと入れるのが、最近のマイブーム的な。いっぱいね、タンブラー増えたんでね、うん。バービーの電子レンジの上に、このコーナー作りました。
そう、お茶っ葉とかいっぱい置いてあったりするの。可愛いでしょ。で、その上はバービーとシュガーフィナのコラボは相変わらず置いてるね。あのキューブが可愛くて、うん。そう、ここはだからまあ相変わらず神棚的な感じにはなってますね。はい、お気に入りのピンクヘアの女の子たちも置いてあります。可愛い。あ、1個お洋服取れてるね、直さないとこっちもあんま変わってないかな。うん、見えてるところはあんまり変わってないですね。あ、これね、バービートラックツアーの新しいやつ、トレイ、可愛いでしょ。こっち側は変わってないな、この辺も。あ、ここ変わった。ちょっと収納増やして、私のあの最初のオリジナルのランチボックスは上に行きました。はい、この辺は変わってない。30年前のシリアルボックスとバービーの冷蔵庫 DIY のね。で、この辺のキャビネットもそのままですね。たまにね、ペンキ塗り替えてんだ。うん、でスパイスラック、もうキッチンは割とやっぱりだいぶ早い段階で仕上げてましたからね。うん、あんまり大きいところは変わってないと思いますね、前回お見せしてから。で、お気に入りのキッチンカウンター。あ、このね、キッチンクロス、ローラがプレゼントしてくれたの、去年。大事に使ってます。可愛いね、これね。で、キッチンタイルももちろんバービーです。開けると中もこんな感じ、バービー柄にしてあったり、あとはカップとかもほぼバービー、もしくはバービーじゃなかったらピンク、食器もねこんな感じ。こっち側の棚にはカップとタンブラー系がいっぱい入ってますね。もうね、カップはみんなもそうだと思うけど、どんどん増えていくよね。うん、もう収納の限界かな壊れない限りね、ずっと増え続けるっていう。で、こっちはドールが並んでます。今は600体ぐらいかな、ドール。この2人は私の生まれた年の1981年の2人。いや、かわいいね皆さんも生まれた年のバービー持ってますか？まだね、他にももちろん81年に出たドールあるんだけど、この2人が一番その年の中では好きなんでね、欲しかったですね。で、FMC は私はあのこれ以外にも持ってます。結構持ってます、実は。はい。で、この IKEA のこのガラスキャビネットに、それぞれのキューブ、まあちょっとディスプレイしてあって、るお部屋もあれば、ただドールがバーって並んでる部屋もあるんだけど、ここはサンリオ、みんなサンリオの洋服着てるね。ここはベーカリーのミニチュア並べたかったんで、そんな感じ。ここはちょっとピンク強めな感じね、うん、まだドール入るね、あそこね、並べるここはバースデーパーティーしてる体なんですね。まあ自分の中でいろいろテーマがあるんですけど、ちょっと飽きたら変えたり、ドール増えたらまたレイアウト変えたりしてますね。私はまあ箱開けしたりしなかったり、両方ですね。で、こっちに来るとバビのタンス。ちょっとね、今中がめっちゃ散らかってるから見せれるのここだけだね、うん。バービーの T シャツはもう300枚以上、去年の時点で300枚って言ってたから、今何枚ぐらいあるんだろうね。ちなみにトレーナー抜きでだからね、トレーナーとかパーカー入れたらすごい枚数。アパレルはほんとめちゃくちゃ持ってますね。で、ここはハンドバッグのコーナーですね。もう今は完璧に全部ここに並んでるのはバービーのバッグだけです。
もう重ねて並べてるからロゴとか見えてないけど全部バービーですね。ミニちゃんたちがくつろいでおります。今はミニミー3体、もう一人ねちょっと欲しいんですよね本当は、うん、ただ今自分ではリルートとリペイントするような余裕ないんで、どなたかね作家さんにオーダーしようかななんて考えてます。4人目のミニミニね、どんな感じしようかな。でこちら側にはマテルから出てたバービーのクローゼットとピンクポップバービー置いてあるんですけど、マテルのあのクローゼットね、イケアのあの棚に入んないんだよねだからこっち側に置くしかしょうがないので、クリスタルのバービーとミッフィーが描いてくれたあずさバービーのスケッチ、こんな感じで、こっちが下駄箱コーナー、まあ、下駄箱の中も、まあ、バービーコラボの靴もしくは、ピンクの靴ですね。で、この辺はまあ変わってないかな、あんまり。モスキーのバービーはもうここ定位置になりましたね私の中で。で、バービーのスケボーは去年かな、これ買ったのって、ルームツアー前回してから買ったかな。でここには、まあ、ピンクボックスの子とあとピンクヘアの子たちがねいっぱい並んでるんですよ。もうプレイラインコレクタブル関係なくピンクヘアの子はもう最近は必ず見たらゲットしますね。はい、なんか共感覚えるんですかねで、この下も変わってないね。もうこの辺はもう何年間もこんな感じ。この小物が並んでるフレームは、私がまだ日本いた時に自分で作ったんで、もうこれ15年ぐらい、もっと20年近く前だよね。うん、で、このスイッチカバー可愛いでしょ？これはね、ちゃんとバービーオフィシャルのグッズなんですね。もう今売ってないんだけどね。この辺も変わらないかな、前回と。うん、で、上にはバービーのライセンスプレート、ドアの上のバービーウェイのあの看板は新しいね、去年出たやつ、これちょうどいいよね、最高の場所見つけた、うん、出かけるの楽しくなるでしょこれだとバービーウェイ行くって感じするよね。で、ここのタイルもバービー、これはもうね私の渾身の作だから。でこっち側には、2面クローゼットがあって、もう本当にお洋服だらけ、うん、ただ、なかなか自分でも我ながら整理整頓ちゃんとできてるなとは思いますね。はい、どんどん服は増えてきますけど、増えてくからやばいよね、もう1センチも無駄にしてない感じ、うん、スウェットとかパーカーとかロンティーがこっち側には、トップスがねいっぱい入ってる感じで、上に、バービーのスニーカーもこう上に並んでね、まあほぼバービーのブランドで、バービー以外のものはまあピンクって感じかな。こっち側にはワンピ系とかアウターが入ってる、うん、で上もねいいでしょ、ミニソーのキューブ瓶の中にはちっちゃいバッグとかいろいろ入ってる、うん、パッと見まとまらないもの収納するのにちょうどいいかな。で、バスルーム行きます。はい、もうここも全部バービー、もう今は売ってないね、バービーのシャワーカーテン、これかわいいよね、うん、あとこの辺はここ1年で買ったねミニソーのと、あとバービーのこのパーフューム、これいい匂いなんだよね、私の好きなちょっとフルーツ混ざっててすごいいい匂いで、ミニチュアのトイレとシンク置いてあって、こんな感じね、
この辺も新しいね、ラッシュ。私はこういうのはもう実際に使ってる、ガンガン、うん、置いといてもしょうがないもんだって、うん、私は使っちゃう派。結構空き容器だけ置いとくこともありますね、たまに、うん、バービーのローブはいっぱいあって、使ってないのもいっぱいある、まだ、うん、パジャマね。この辺は実際に着るようなやつしか置いてない。エポスターとスケッチと、でここにはコスメ入ってます。で DIY の棚、これタオルとか入ってる、タオルとかポーチとかいっぱい入ってる。もう本当に全部360度、ここは本当バービー、ここに限らないか、中もあのバービー柄にしてる。あのシャンプーとね、コンディショナーもバービーで、こっちにもバービーのあるね。いや去年やっぱりコラボしてたブランド多かったから、去年1年間でだいぶ増えたよね、グッズ。さあいかがでしたでしょうか。まあ簡単ざっくりではありましたが、こんな感じです。もうあのまだね、開けてない引き出しとか、あの一個一個の収納の中とか言い出したら、もっともっと、まあバービーグッズ自体は出てきます、はっきり言って。でバービーグッズは全部もうあの一本の動画じゃ紹介しきれないぐらいあるね、本当に、うん、最近はね、だからもう出ても全部買ってないよね、やっぱり、うん、あの昔集め始めの時はやっぱりもう何でも手当たり次第買ってた時期もあったけど今やっぱり自分の本当のこう好みとかね、バービーの中でもやっぱり好みがあったり、あとうちに合うか合わないかとかね、もうやっぱりこれ似てるの5個持ってるなとかいうのは結構スキップしてるかもしれない、うん、こんな感じでした。またたくさんなんか変わったらアップデートしようと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。朝バービー日本語チャンネルでした。